はい、皆さんこんにちは。エンプラチャンネルです。本日はまあね、旬な話題とは程遠いんですけども、今日紹介したいのは、バンダイさんから18年前に発売されていましたね、東方マシンクロニクルっていうね、そういうブラインドボックスの 食玩みたいなものですかね。そういったものがありまして、これがですね、当時定価で税抜き350円だったかな、300円じゃないんですよね、350円で18年前に売られていたものです。昨日ですかね、東方、中直東方超兵器なんちゃらってやつ、うわー悲しいなというね、あまりいい評価をしなかったんですけども、それはなぜかと言いますとね、350円でね、18年前はね、こんだけのものが買えたわけですよ、ね、ちゃんと色も塗ってあって、それなりの大きさもあって、ね、一応可動部なんかもね、この辺もちゃんと動いたり、ここの辺も動いたりとかね、するようなもの、まあ、これちゃんとキャタピラ、牽引の方もなんか外れてるな、やだな、よし、こんな感じで牽引もできるようになってみたいなものが、350円。それがね、18年経つと、よいしょ。もう、これね、やっぱり18年経つと、同じ300円台のものってこんなに変わるのっていう価値観ですよね。うんっていうね、まあ、ブラインドボックスですからね、まあ、一発で当たるってわけじゃないんですけども、ラインナップ的に言っても、今回のあのものはですね、要はこの、全5種類のうちで、しかも2種類ぐらいね、この、まあ、Aサイクル車とか、この24連砲のなんとか砲ってやつですか、いや、これははっきり言って、これは外れじゃないですか、こういったしかもね、ブラインドボックス、ガチャガチャですからね、何が出るか分かんないっていうもんで、まあ、5種類のうち2つは外れがあっての、うんね、その前の18年前はね、こうやって、ね、もうメーサー車はあり、ね、5.5 割りムーンライト SY3 号があり、ね、アルファ号だの、宇宙惑星大戦争の5.5、これはねちょっとラインナップが違ったような気がしますね、があったりとか、まあ、おなじみのスーパー X があったりとかね、スーパー X2 があったりとか、まあ、そういう、まあ、ラインナップ的にもね非常に豪華なんですわ。要はね、有名人揃いに対して、今回はなんか有名人もいるけど、地味なやつもいるよみたいな、ラインナップ的にも素敵とは言い難いようなものがあってね、まあ本当にこの18年という歳月が厳しいなっていうね、同じ300円とかでもこんだけの価値観がね変わるんだなっていうところで、非常に悲しい思いをしたなっていうね。昨日のね、動画だけを見るとね、単なるせこいおっさんだなっていうね。いや、まあ、私自身もね、昔は良かったなみたいな話する人って大嫌いなんですよ。昔の武勇伝とか語ったりなんかしてね、昔は本当良かったんだよね、ありますけどね、本当これ見ると昔は本当良かったなって300円の価値がこのね、十何年でどれくらい変わったと言いますっても、やっぱりタバコとかえらい上がったし、お酒なんかもちょっと値上がりしてますけども、っていうね、例えば缶コーヒーなんかに言わしてみればね、もうまあ20年経ったってやっぱり100円で130円になったといっても、ね、大きさがこんだけ変わるってことはないわけですよね。食べ物関係にしてみたら、こんなひどいね、昔はこんなに20年前こんなにいっぱい買えたけど、今はねお米だってこんだけだよってわけじゃないと思うんですよ。それがやっぱりね、生活必需品じゃないものとはいえ、20年経つとここまで大きさがね変わってしまって、同じ300円台といっても、ね、たったシルバーが塗ってあるだけ、何にもないですよ。色の塗り分けもなければ、書き文字もなければ、ね、後ろはね350円ですよ、これ。
まあ、今買えばね結構高いですよ。これ結構あのプレ値がついて、まあ、18年も前のものですからね、プレ値がつくのも当たり前といえば当たり前なんですけども、まあそういったことを考えるとやっぱり物価っていうのは上がったんだなっていうね。まあ同じ350円って言ってもね、今から50年前ですと同じ300円でこのゴジラが買えたわけですから、350円ね、このゴジラがあの50年前40年前は350円ですからね、350円で買えて、今はねもうこれぐらいしか買えないよって言ってるものがですね、今300円だったらね、これですよ。もう50年前はね300円あった、まあ、350円あればこれが買えた、これが買えたのよね。価値は変わるよなってね。本当にここにある、サンダーバード2号、青島のサンダーバード2号だって、これね、これと同じサイズで今から50年前は350円のプラモデルだったんですよ。350円、ほぼこれと同じサイズですね。これと同じサイズでゼンマイがついてて走ったり、ちゃんとコンテナも外れて中にコロ走行できる高速エレベーターカーが入っているものっていうのプラモデルが350円、まあそれが今50年経って、お値段なんと10倍ですよね。これは定価3500円ですから、まあ350円のものがね、まあ50年経てば3500円になるか、まあね、まあ、これがあの50年前は350円で買えたと思えば、まあ50年だからなっていう話はありますけども、たかだかね、まあ18年、まあ20年前といったらあのコナミの、まあ、SF ムービーセレクションなんか出て、あの辺がもう大体ブラインドボックスで300円とかいうものだったんですけども、まあそれだと比べてもこういったものがね、まあ当時 スーパー X ですか、スーパー X だってこれもう300円ですよ。これね、ちゃんとここにね、印刷もされてますわ。星マークね、自衛隊のマークみたいなのもついてて、自衛隊なのかな、桜の大門だから日本政府なのかもしれないですけども、これはまあね、20年経ったらこれぐらいのサイズ、まあスタンドがまあついてるんで、まあこれは許容範囲なのかもしれないな、同じ300円としては。でもこれはね、同じ300円としてはね、なんかやっぱりギミックがねそれなりに、動かねえな先っちょがポコッと出たりとか、横が開いたりとか、いろんなギミックがついてるんですよ。このくちばしの部分が開いて、なんかサーチライトみたいのが出てきたりとか、なんかいろんなこともあるし、できるし、下の大砲なんかもね、伸びてくるくる回したりなんかする、もうギミック満載なわけですよ。それに対してこれは差し替えでこの上のがポコッと出るだけっていうもうやっぱりなあっちゅうね、昔は良かったなぁなんていう人は嫌なんだけどね、言わせんなよって感じがねしますね。ということでね、これについてはまたね、なんかちょっと、まあ名作者っていうのはこんな作品出てきてこんな活躍したんですよみたいな話よりも、まあ今から20年前はね、同じ300円台であってもこんな素敵なものが購入できたんですよっていうような、はい、お話でした。はいね、なんかね、この頃はね本当に良かったなと思う。いやもう今の子供たちとかがねすごいかわいそうになっちゃうね。これが300円ですからねしつこいね本当にね。300円でこれだからね、これ外れですよねきっとね。まだね、だって同等な価値とは思えない。これがあのスーパー X2 ですけども、スーパー X は飾り台もついていてね、こんなファイヤーミラーの展開と、まあ、閉じた状態も選べてみたいなところがあっての、まあ、ちっちゃいっちゃちっちゃいですけどね、まあ、とは言ってもこれとこれがね、まあ、車両の部分じゃこれも当たりのうちなんでしょうけども、まあ、でも300円って言ってもきついよなと、こうやって並べてみてもねやっぱり、昔は同じ300円でもこんな豪邸がね、これもねギミック満載でなかなか素敵なおもちゃなんですよ。翼が開いたり閉じたりね、この、ディボルバー式の、戦闘機の格納庫がね再現されていたりとか、先端のドリルミサイルが取れたりとかね、もうなかなかねいろんなことができる。これも翼がね開いたりとか、これも翼の展開が差し替え式かな、これは差し替え式。豪邸は別にどこも動かなかったねまあとはいっても、まあというね
昨日の、動画を見ただけだとただ単にねお金のないせこいおっさんかなと思うんですけども、こういうものを知ってなければね、知ってなければね、あ、怪獣と一緒にここで並べられて楽しいよねみたいな話で終わっちゃうのかもしれないですけども、こういうものを知ってるだけにちょっと辛いなと。ということで昨日の夜からねこれを探すのにえらい大変だったね。もう部屋中ひっくり返して、いやいやいや、どこにしまい込んでたかななんて思って、なんかもう十何年ぶりに出したんじゃないのかもう10年ぐらい前にブログネタでなんか出して、なんか撮影かなんかして、それっきり箱の中のもう奥の奥の方にしまい込んでたもんですから、なんかもう探すのが大変でしたっていうね、うん、というところでね、まあ昔は良かったなというような人嫌いだったんですけども、そういうことがねポロッと口から出ますわ。もうこれですよ、これ大きさ同じ300、まあ、300円と350円ですけども、まあ20年経つとこうなっちゃうのかなっていうね。そしたら50年前はね350円でこのゴジラ買えたんですから、今350円なんて夢のような話ですよねこれね。まあ大体復刻版でもうそのままね今日発売日ですよみたいなのをね、たまたま運よくネットかなんかで知ることができて購入できれば8800円で買えると思います、今のご時世でしたらね。8800円ですよね。なんか当時350円だったものが今やさ、ね、8800円ですけども、まあこうまあ、50年前のもんですからね。それに比べるとこれね、たかだかね18年の年月っていうのがね、日本の景気っていうのはここまで悪くなってるっていう、まあ、これあれ給料も上がんなければ、うん、なんかもういいことねえなって感じがしますよね。これ逆じゃないとねおかしいですよ、うん、もう本当にね20年前はこんなしょぼかったけど、今はね今の技術だったら同じ金額でもこんだけできるんだぜっていうところはね、やっぱりあのやっぱ発展している国だとそうなるはずなんですけども、もうやっぱり日本の文化歴史もう全てが劣化してるっていうね、これが物語ってると思います、ね、当時20年前の300円の価値と、ね、今の300円、そんなにね物価とかは大したはないと思うんですけど、こうやっておもちゃで見るとね、大体これ20年前にねこんなもん出したらねふざけんなっつって怒られてましたよ本当にもうバカにするんじゃないっつって、ね、そんな時代ですよね、うん、本当に景気が悪いんだなっていうことをね実感する出来事として、まあ、今回のあのこのガチャはいかんなという、おっさんがそう思いましたという話でした。それではね、しょぼい話で申し訳ございませんけども、失礼いたします。